どうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はですね、すいません、今日ねおもちゃ紹介しようと思ってたんですけど、頭痛がねこのね季節の変わり目、頭痛がひどくてちょっと寝込んでおりましたんで、まあ皆さん多分あると思うんですけど、あーみたいなあんたしんどいなーみたいな、今本当にちょっとねそんな感じなんですけども、まあそんな時にはね動けなくてもネットサーフィンとかしてこういろんなね情報をね見たりしてるんですけども、やっぱりなんかね、まあちょっとだけタカラトミーさんのねまたホームページ見てていろいろちょっと気になったことがあるんで、今回はねまあ簡単ですがちょっと皆さんと一緒にね見ていけたらいいかななんて思っております。本当はねいろんなねトミカがねちょっとじゃんじゃん届いてていっぱい紹介したいんですけど、未開封のやつがいっぱいあるんですけど、すいません。てか、関東の方ですかね、なんか大雨になってるみたいで、本当にね本当あのちょっと自然災害とかね増えてくる時期なんで、まあ去年ね本当あの1年前なんですけども、まあ今朝もちょっとね大阪の北部本当にあのね、ね地震も今日ちょっと小さいのがあったんで、まあ、本当にほぼほぼ震源がね同じような感じなんでちょっと怖いんでね、皆さんまず動画を見る前にちょっとね何かできる備えを、まあこの、まあ、僕のチャンネルでこんなことを語るのもあれなんですけどね、まあ備えあれば憂いなしなんで、まあ本当に今年はないとは言い切れないんで、ちょっとそのあたりもね備えてからちょっとね動画の方で見ていただければなと、そんな感じで思っておりますんでよろしくお願いいたします。さあそれでは行きましょう。ちょっとね本当に今頭痛ですちょっとロキソニン飲んでる状態ですけど、さあ行きましょう。めっちゃリアルな話ですよね。さあですね、はい、今月のトミカは皆様コメントとかでもねいっぱいちょっといただいたんですけどね、もう買われましたですかね、はい、幼稚園バス、はい、まあ良かったんですけども、あの僕やっぱり前のね世代の幼稚園バスと比べてしまって、スライドドアとか本当皆さんね欲しいなっていう意見もねちょっと聞いたんで、そのあたりがちょっとね惜しかったなって本当に思いましたね。あとフォレスターはまあこれも人それぞれだったと思うんですけども、まあ、X ブレイクの初回特別は非常にかっこよかったと思いますね。まだ結構ねあの余ってる店とか初回ねあるんで、ちょっと気になった方はお早めに行ってみてください。で、今月はもう、ざっと言っておきましょうか。だいたい発売されましたよね、トミカショップに、あと G クラスのヘリテージでしょ、トイザラスの、あとは今週末か、今週末にイオンの、はい、こちらもねインプレッサーのイタリア警察仕様か、これも絶対かっこいいんでね皆さん買っちゃいましょうね早めにね。で、あとアピタピアゴ、僕はこれ通販で予約したんで届くといった感じですね。まあまあ5月はあとは残り2台なんで、またね今週末届く次第お届けしたいと思います。で次の月に行きますが、はい、来月ですね、まあ結構いっぱいちょっと言いたいことがあるんで細かいのは除きまして、来月はいよいよこうフェラーリですエンツォフェラーリが登場ですね。はい、こちらは非常にいい作りですね。ヘッドライトクリア仕様になってて、あと窓とかもちゃんとクリアパーツで、多分リアのここの窓もクリアですかね。で、ちょっと寂しいのが、まあ最近ね、この間の動画でもやっぱいただいたんですけど、トミカのギミックがね、サスばっかりなんですよね。サスペンションばっかり。まあ来月もね、ジャパンタクシーとフェラーリ、両方ともね、サスペンションのみなので、まあそのあたり確かに寂しいなと。特にあの、ジャパンタクシーとかもね、これスライドドアだったらよかったのかなとか、まあ大きさ的に難しいんだと思うんですけど、まあちょっとギミック的には寂しいかな。まあでもその分、形とか、あと細かいところの仕様はね、頑張ってほしいかなと僕は思いますね。てか最近ジャパンタクシーって街中ですごいよく見かけるようになりましたよね。まだ乗ったことないですけど、一回ちょっと今度乗ってみようかななんて思ってます。で、下に行きまして、まあ、ざっと行きましょう。はい、こちらはロングトミカのミシュランモータースポーツトランプスポーターですね。まあ、TCN で以前に発売されたやつのロングバージョンかな。で、こちらのアクションはトランスポーターでは、まあ、ベタといえばベタですね。本体取り外し、左右角の後部パネル開閉となってます。で、下に行きまして、はい、恐竜運搬車セット。これ、シモベースくんがすごい楽しみにしてるんで、ぜひ、皆さんね、紹介されると思うんでね、見ていただいてください。僕もします。僕ももちろんしますけど。ね、シモさん、すごく恐竜好きなんで、ぜひよろしくお願いします。で、あとは、ここ触れると時間ね、大変なことになるんで、ハイパーレスキューシリーズね、いっぱい出ます。すごく簡単に終わりました。いっぱい出ます。そして、ドリームトミカシリーズもいっぱい出ます。トイストーリーね。まあ、全部ほぼトイストーリーかな。トイストーリー4が映画で公開されるということで、それに合わせた、はい、こんな感じで、おう、読み込み終わったな。よいしょ、もう一回読み込んで、トイストーリーが、はい、こんな感じですね。ちょっと以前で発売されたシリーズに似たり寄ったりなところもあると思うんですけども、まあ、今回も非常に楽しい車両たちがたくさんありますね。この宇宙ケースなんか多分前のやつとそんなに変わりないような気がするんですが、またね、まあ、以前のやつと比べながら紹介しようかななんて思ってます。
で、トミカプレミアムは、はい、D の、はい、こちらが発売記念仕様がありまして、まあまあもう本当にあの争奪戦争奪戦といつも言ってますけども、これも間違いなくちょっと取り合いになると思うんで、皆さんね、発売日にはもうこの赤箱をめがけて頑張りましょう。で、そんな感じですかね。あ、そうかそうか、トミカ 4D はトヨタ86と、あと86のガズレーシングカラーバージョンでしょ。で、GTR の覆面パトカーと、これこの間言いましたもんね。まあまあまあ、すごいいいところついたラインナップかなと、そんな感じで思ってます。で、武将コレクションに、これもスバル WRX の S4 ですね。で、販売店オリジナルのトミカで、あ、そうそう、ここでちょっとね、言っておかなきゃいけないことがありまして、これランボルギーニのムルシエラ号消防指揮者仕様が6月1日に出るんですけども、あの、なんかトミカショップのオリジナルのね、モデルが発売日が変わるようなことがね、この間トミカショップに行ったら書いてて、でちょっと画像ポンと貼っておきますが、はい、こんな感じになっててね、トミカショップオリジナルの発売日は偶数月の第1土曜日を予定しておりますってなりましたね。これいつもね、オリジナルモデルって1日に発売されるイメージがあったんですけども、今度からは偶数月の第1土曜日になったみたいですね。で、ここまだあのシルエットしかなかったんですが、8月の3日にね、トヨタクラウンアスリートってなってたんですよ。これはまだ何しようかっていうのが僕はわからないんですけども、まあ車両がね、クラウンアスリートなんで非常に楽しみにしております。で、10月12月はまだ未定になってましたね。まあそんな感じで、いつもトミカショップにね、買いに行かれる方はちょっとそのあたりもね、気をつけた方がいいかなと、そんな感じです。で、その横、トミカショップオリジナルのね、これトミカプレミアムの GTR のこれセットで5周年記念かな、まあすでにね、注文はしているんですけども、タカラトミーモールオリジナルなんで、まあ多分ネット通販だけにはなってくるんだと思うんですけど、数が余ってきたりとか、最初からトミカショップなどで売られる可能性もあるんで、このあたりね、皆さんね、チェックしておいてください。まだ多分ね、予約できたと思います。ちょっと購入するボタンを押してみましょう。はい、まだ大丈夫ですね。在庫ありになってて予約するボタンも押せるんで、まあ値段がね、3024円ってちょっとまあ値段するんですけどもね、まあ気になる方はぜひちょっとね、まあ大人の方になってくると思うんですけども、 GTR のこんなね、50年記念、今回しかちょっとね、手に入らないセットになってくると思うんで、お早めにね、予約しておいてください。で、戻りまして、はい、あ、こちらアピタピア号のウルグアイ国旗ですね。はい、こちらが予約日決まりましたね。6月の4日の10時だったかな、そんな感じになってるんで、朝ね、皆さん忘れないように構えてください。だいたい午後ぐらいには在庫切りになって、午前中ならね、まだ気づいても、ね、間に合うことが多い。まあそこまで頑張らなくてもいいんですけども、まあ忘れないようにだけね、気になる方はチェックしておいてください。まあてな感じで、6月もあまりちょっと喋る気はなかったんですけども、結構いっぱいあるんでざっとですが流し見ました。で、続いて7月8月なんですが、すでにね、もうホームページの方ができてて、まだね、ちょっと中途半端といえば中途半端なんですよ。まだ謎に包まれているものが多いんですけども、まあ一応ね、トミカが一つ公開されています。こちらね、ホンダの CR-V ですね。これが通常ラインナップ67番で発売されるのと、あともう一つ78番がね、これ新車で楽しみに待っていてねってなってるんで、待ちましょう。はい待ちましょう、待ちましょう。で、トミカギフトセットもこちらも楽しみに待っててねってなってて、これもね、待ちたいと思います。で、この下がね、なかなかちょっとすごいの出るんだなと思って、でっかく遊ぼうデラックストミカタワー、まあ値段もでっかく7980円なんですけども、なんかね、これすごい大きいタワーで、全高 800mm80cm ですね。なので1メートル近いね、本当このほらちっちゃい子が横にしゃがんで同じぐらいの目線ぐらいの高さなんで、すごいなと思って。で、これなんか本当現代風のおもちゃなんですかね。この上の部分が7色にこう光るんですよね。で、なんかこうほら夜景の、まあこんなセットなかなかないんですけどもね、すごくこんな感じで似合って、あと、あ、トミカアクション高速道路とこう繋げて遊べるようになってたり、あとギミックとしては高速エレベーターに、あとね、スカイゲートね、もうくるくる回ってこうビヤーと落ちると思うんですけど、その感じもすごい高さがあるんで楽しいと思います。で、今さっき言った高速エレベーター、これ手動ですね。ハンドルを回すとトミカが一気に上昇なんで、うわーっとこう手で回すんですよね遊び方自体もすごくね、こう楽しそうなね、トミカワールドが登場ですね。まあイメージ的には多分スカイツリーとかそういうものをイメージしてると思うんですけど、いやー、どうなるのか本当に楽しみです。何台ぐらいこれね、一気に走らせれるんでしょうね。なんか説明書きがすごいすごい多い。で、7月はこんな感じのトミカワールドで、続いてこれ8月なんですけども、
すでにこちらのホームページできてるんですが、実はトミカワールドだけになってるんですね、このページが。はい、こんな感じで8月も大きなセットが2つ登場しますね。左側が街が動くよ積み下ろし工事現場、なんか久しぶりにこのねボールを使ったこのギミックの工事現場のセットが登場になりますね。土砂上げタワーに、あとはこの土砂を積み込もう、そして自動で走るダンプカー自体付き、あこれいいですね。これ先日発売された自動走行のバスと同じような感じの車になってくるかと思うんですけども、まあ互換性とかもひょっとするとあるかもしれませんね。まあ非常に楽しみ。このダンプカーを動力としてこのなんかね土砂上げタワーが動くみたいですね。いいねいいね。ギミック的にも非常に楽しそうなんで、これはね、ああ書いてたぐるぐるバスタウンに付属のバスも使えますって書いてるんで、互換性はあるみたいです。工事現場で働くバスみたいなこともねこうできると思って逆もできると思って、なんか面白そうですよね、遊び方としてはね。でその右側が、はい、こちらが街が動く大駐車場、これも動くシリーズになってて、ただまあこちらはですね、はい、このバストミカとダンプカー、この動くよシリーズの車両が入っていない。なので、まあ、今ね見た積み下ろし工事現場セットかぐるぐるバスタグ、それを持ってる人が一番楽しめるおもちゃになってくるんですよね、これがね。まあ、一応手動では動くみたいなんですが、まあ、もしこちらをねフルでこう遊ぼうと思う人はぜひ積み下ろし工事現場かぐるぐるバスタグね買ってみてください。ギミック的にはこれもなかなか楽しそうな感じになっております。まあ、てな感じで8月はこのようになっておりました。まあ、ここには載ってないんですけども、先ほど言った通り、トミカショップオリジナルのねクラウンアスリートが発売されるのと、あとは多分ね公式では発表があったはずなんですが、ここにはねまだ反映されてないんですけども、新型のねスープラもトミカで発売されるのがこれ8月になってたと思うんで、まあそこも非常にね楽しみかななんて僕は思っちゃったりもしてます。まあなので今年の夏も本当に7月8月とね、まだ完全にはちょっとね発表はされてはいませんが、すごく暑いね夏になってくると思うんで、皆さんねぜひ楽しみにね待っておきましょう。まあ来月東京おもちゃショー6月の13日14日が、プレスであるんで、まあ僕自身ねそれに行ってちょっとねまたどんな展示物新商品とかも多分一気にそこでね公開されると思うんで、実際にね手に入れてねちょっとね皆さんにその時にねまた動画などでお伝えできればなと思っております。まてな感じでございました。あーそうそうそう、あと忘れてました、プラレール、プラレールもちゃんとねしないとね、最近ねあまりねちょっと動画を出してないんで、まあ個人的にはプラレールも早くちょっといっぱい頑張ろうかなと思ってるんですけども、今月は一応新商品としては御堂筋線かな、もうすぐ今週多分御堂筋線がこれ出るんで、まあ僕は本当に楽しみにしている一人でございます。3万系です。で今月はこれだけで、来月は何か決まってたのかな、あそうかそうか、東京メトロの半蔵門線の08系と、あとは京阪電車の1万系で、プラレールのレベッカに、あそうそうそう、これ一番すごかった、シンカリオンのね923ドクターイエローね、はい、こちらが登場します。まあ、これは3両編成仕様になっておりまして、はい、こんな感じのシンカリオンのドクターイエローが登場。まあ、実際にこれもね触れてみないと何とも言えないんですけども、非常にかっこいい変形を見せてくれるのは間違いないと思います。これも多分おもちゃショーでね展示されると思うんで、確かでもそれまでに発売されたから6月の8日だったかな。まあこんな感じでプラレール6月は結構多めですね。で7月なんか決まってんのかな、これは今初めて見るんですけど、あーそっか、 JR 九州のワクワクトリップ新幹線、はい、800系がこれラッピング仕様になって、これかっこいいというかかわいいですね、ミッキーマウスか、あーそっかそっかそっか、すごいかっこいいというか、まあかわいいか何回言い直すんでしょう。はい、こんな車両も7月に登場ですね。あこれ楽しみですね、新幹線のラッピング系ってなかなかね楽しみね。多分ねミッキーなんで、これ多分プリントではなくこシールだと思うんですよね、いろんなこう大人の事情があるんで多分シールだと思うんですけども、あこれも本当楽しみですね7月ね。で8月はまだ何も発表されてないかな、ちょっと裏技で8月に行ってみると、あないかお探しのページはないということで、8月はまだ作られていませんね。で、あとちょっと、ね、いっぱい話長くなっちゃうんですけども、
あ、これも出るんですよね、これも。いや、これがね、なかなかね、面白いプロジェクトで、赤い特急、彗星のごとく。いいね、これ架空の列車です。まあ、すっごい久しぶりですよね。オリジナルのね、こう車両がドーンとこうね、登場するっていうのは、めっちゃね、この車両が気になっておりまして、B001系レッドフライナー。めっちゃかっこいい。赤い彗星、まるでシャアですよ。いやー、いいですね。これはね、多分ね、また楽しいものになるんじゃないかな。60周年ベストセレクションセットということで、車両とね、これレールのセットもね、発売されます。で、車両単体のセットはこれ出ないのかな。その情報はまだ僕のところには入ってきてないんですけども、はい、こんな感じで全17種合計47パーツのセットで登場しますね。いいですね。この立ち木とかいいですね。立ち木とか、こういう、ね、鉄橋枠とか、なんかこういったのがすごい気になりますね。あと踏切とか、これもね、新規の踏切になるのかな、既存のものと一緒なのかな、ちょっとね、そういったね、細かいところとかも気になるんですけども、まあとにかくこの新しいね、車両で、プラキッズ乗ってるけど、プラキッズ乗ってる風か、乗ってる風ですね、これね。まあ、こんな感じで本当に面白い感じの車両になってくると思うんで、いやー、車両単体セット出ないから、これまあレールセットでも別にいいんですけど、まあ、よりね、多くの人に触れてもらうには車両の単体のセットとかね、出るのが一番だと思うんですが、いやー、難しいのかな、大人のね、商売の事情があるんで、まあ、こういったセットのね、発売のみになってきそうなところなんですが、まあ、この車両も7月は要チェックですね。いいね、なんか面白いね、これ。あー、すごい。あ、で、6両編成もできるのか。もうこう来ると余計にこれ単体のセット欲しいんですけど、出るのか出ないのか、わからないぞ、宝富さん、お願い出してください。といった感じですね。まあ、またこれは近づきましたら、ちょっとね、細かく触れていこうかなとは思いますね。すごい、しゅんさん。レッドフライナーの運転手さんのしゅんさんです。あ、駅長さんもいるよね。すごい、なんか設定がすごいんで、まあ、このシリーズはちょっとレッドじゃなしに、ことブルーとかも出してほしいですね。まあてな感じで、よいしょございまして、まあ、ちょっと体調不良で申し訳ないんですけども、まあホームページを見てたら元気になりました。今回もね、トミカやプラレールのね、新しいものをね、ちょっと見ていきましたが、いや本当にね、またまた今年の夏のね、熱いものに、まあ、毎年のことなんですが、熱いね、ラインナップになってるとは思います。まあ、トミカのね、車両とかは本当に争奪戦がね、予想される車両がたくさんあるんで、まあ、皆さんね、本当にね、欲しい車両がね、皆さんのね、手に渡ればなと、そんな感じで思ってるんで、まあ、ちょっとね、大変なところもあると思うんですけども、皆さんとね、一緒に楽しんでいければなと思っております。で、最初にも言いましたが、まあ、どうしてもね、この時期、豪雨などのね、自然災害とかがね、多くなる時期なんで、まあ、とりあえず皆様ね、来てからでは遅いんで、災害に対する、ね、備えなどもしていただいて、そしてお時間の許す限り YouTube などをね、楽しんでいただければなと思っております。ということで、本当にね、おもちゃ、そして気温ともに暑い夏が始まりますが、皆さんね、体調管理など気をつけて、今年もね、楽しんでいきましょう。ということで、今回はね、この辺りにしときたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様のね、チャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとね、 Twitter やね、インスタもやってますんで、そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして、本当にありがとうございました。またね、他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではでは、ごきげんよう、さよなら、バイバイ。